1887年、井上遠慮が東洋大学の前身となる私立哲学館を創立。そこは哲学者を育てるのではなく、哲学を学ぶことで物の見方や考え方を身につけることを目指した学校でした。諸学の基礎は哲学にあり、井上遠慮が目指した哲学教育は創立130年を迎えた今も東洋大学に息づき、学びの根幹として受け継がれています。グローバル化が進む社会で大切なこと、それは一人一人が自分の基盤となる軸を持つこと。哲学する教育、国際性、この2つをポイントにグローバル人材の育成に取り組んでいます。哲学思想科目を全学共通科目に、議論や対話の機会を増やすことで考える力を鍛え抜き、想像力や人間力を高めます。国際社会では自分の意見をはっきりと持ち発信することができなければなりません。語学力やグローバルスキルを磨く機会として多彩な留学制度を利用できます。身につけた哲学する姿勢と世界を知ることで得た視点をもとに、時代や環境の変化に流されることなく自らの未来を切り開くことのできる人材を育てます。2017年4月、東洋大学に新たな学びの場が誕生しました。視野を地球規模へと広げるグローバルな学びを展開しています。東京都北区赤羽台に新キャンパスを開設。新たに設置される情報連携学部の学びの拠点となるキャンパスです。グローバル時代を生き抜いていくために必要な力や価値観、それを哲学することを通じて身につける。東洋大学であなたの持つ無限の可能性を広げてください。